はい、どうもトムスライムです。今日はね、川の博物館に来ております。ちょっとね、中の方をね、見たいと思います。結構ね、子供なんかね、結構小学生中心で、楽しい、遊具がいっぱいあるっていうんですけども、ちょっと行ってみましょう。はい、中こんな感じですね。楽しそう。吊り橋があったり、石の橋があったりね。あとは結構面白いこんな感じの水の遊び場があります。ちょっとタイミングが難しいかもしれませんね、ここはね。今度はですね、一本橋ってことでね、一本橋、子供がね、これは楽だよね、簡単ですね、これは。一本橋でこんな感じで渡して向こうに行きます。はい、はい、こっちはですね、4歳以上で、水の上にね、ボートがねありますんで、そのボートで移動するっていうね、遊具です。楽しそうですね。はい、こんな感じで外にも結構ね、子供がね遊ぶところがあります。ちょっと走ったら危ないんですよね、滑るから。こんな感じでね、結構ね、あの浅い2歳ぐらいでも遊べる、遊具もねありますんでね。はい、ということで、今日はね、川の博物館ということでね、楽しく遊びました。では、さよなら。